東立コーポレーション株式会社は日本の建設会社。1976年に透明商事株式会社として設立され、透明リース建設を経て現社名となる。当初は貸し店舗建設中心の企業であったが、その後賃貸アパート、賃貸マンションの建設に転換した。土地所有者向けのアパートマンション経営代行サービスに加え、ホームメイトのブランド名で、 入居仲介サービスのチェーンも展開している。これら主力事業のほかグループ会社に住宅設備機器メーカーのナスラック、子会社にゴルフ場関連事業を抱え、2003年には三重県多度町にある多度カントリーを買収し、東岳多度カントリークラブ、名古屋としたほか、岐阜県蟹市にある富士カントリー塩川クラブの買収で、 東立塩川カントリークラブとして運営している。また、2017年には、本社ビル1階に、東剣コレクションルーム名古屋、丸の内を開館したほか、2019年2月に、竣工した高級賃貸マンションの栄えタワーヒルズに、名古屋東剣ワールドを2020年6月に、開設予定である。公式サイト内の CM ギャラリーを参照。のつく人物は、 ホームメイトの CM 出演者。コーポレートガバナンス報告書2021年2月4日、閲覧。a b c d e f g h i j k l m n o b q r s t u v w x y z a a b a c a d a a f a g 有価証券報告書第44期。エディネッツ2020年10月8日閲覧。AB、本社1階に、 発注や刀計57点名古屋入館無料愛知毎日新聞2017年8月27日閲覧名古屋刀計博物館名古屋刀計ワールド名古屋の公式観光ガイド愛知ナウ一般社団法人愛知県観光協会2019年7月20日閲覧日本のリーディングカンパニー2014株式 会社マイナビ2012年12月21日発行日刊木材新聞平成17年4月26日日本経済新聞平成20年8月21日中部経済新聞平成20年8月21日東京ワールド財団について名古屋東京ワールドホームページ2020年10月28日 閲覧全国賃貸住宅新聞平成24年12月10日、スポーツ日本2005年8月30日。ありがとうございます。